あのイントロがあるんですけど、あれはね、チャーリー・パーカーがつけたんですけど、元がラフマニノフのギャン曲で、カメっていう曲なんですよ。そのバンクーバーオリンピックで浅田真央が使った曲、それ、ちょっと弾いてみようか。なんか最近練習してネタにしてますね。いきなりそれから10分のコンサートやる。
チェロキーやのか。次がちょっとテンポなんですけど、デイローブという人が書いた曲でチェロキーという曲です。これはチェルキー族でインディアンの酋長の娘に恋をしたそういう歌詞が出てきますけど、普通にやらないけど半音ずつ上げてやってると思いますけど、コロナで電車で休みが長かったので、あるスタンダード曲を半音ずつ上げて練習するみたいなことがあれちゃいますけど、気まずいし、やってみると結構面白いので、ちょっと やってみたいと思います。でも順位のっけでやるとすごい時間がかかるので、 G から始めて B バットがあります。もうそんなこと仕方ないですけど、thank you.
笑ってるかわからないので今日はなんとか見失わず行けました。ダメさんが舞台行ってください。火が重なるのでキャンセルバックします。はい、先ほど1曲目にお送りしました All the things you are という曲の、同じ作曲家が書いた曲でジェローム・カーンという作曲家なんですけど、その彼の曲にドロシー・フィールズという女性の詩人家ですね、作詞家が歌詞をつけました。ピック・ヤセルフ・アップという曲なんですが、これは、前大統領オバマ大統領ですね、アメリカ合衆国のオバマさんが就任演説の時にこの曲の一節をピック・ヤセルフ・アップという、ところを、まあ、演説で使いはったんですけれども、ピック・ヤセルフ・アップ明日セーフ・オフ・スタート・オール・オーバー・アゲンという、まあ、何度転んでも立ち上がって誇りを払って、立ち向かっていこうというなんかそういう歌詞がついております。ピック・ヤセルフ・アップという曲をお送りしたいと思います。ピック・ヤセルフ・アップだけやったら元気を出せよって大の意味らしい、ね、うんうんうん、なんかまあまあシャンとしようみたいな感じ。いや、あのアメリカにおった人っていう、アメリカにおった人みたいなシャンとしよう、ちょっと元気出せよっていう意味も、ね、そうだよね。だからそれなんかセットになってるんだよこのね、ピック・ヤセルフ・アップっていう、うん、be all my present. Will you remember the
Thank you.
西やから、なんかそれこの例の話じゃないんやみたいなこと言ってたんじゃない。ああ、浮世離れてって言うてはる人もおったけど、うん、なんかうまかどうかわからん。はい。お様が出れば。はい。